日本の野球を結束させて優勝できるように全力を尽くす。この言葉は2023年に予定されている WBC に向けて日本代表の栗山英樹監督が述べた意気込みです。そしてファンが見たい夢のようなチームにしたいという思いはあると語った栗山監督は、過去に例がなかった日系メジャーリーガーの招集にも言及しました。過去の大会と比較しても各国のレベルが高い2023年の WBC を勝ち抜くために白羽の矢が立った2人の日系メジャーリーガーとはどのような選手なのでしょうか。各国本気の世界大会、今大会で5回目となる WBC ですが、過去の大会と比べて注目度が格段に上がっています。というのも今大会はすでに各国の超一流選手たちの招集が発表されたからです。前回大会優勝のアメリカはキャプテンにマイク・トラウトを選出。 MLB 最強選手との呼び声高いトラウト選手は大谷翔平と同じエンゼルスに所属していることからも日本でも知名度が高い選手です。トラウトは現在31歳という年齢ながらシーズン MVP を3回、オールスターゲームに10回出場、シルバースラッガー賞を7度受賞。2019年には当時の北米スポーツ史上最高となる12年4億2650万ドルの契約を結んで話題にもなりました。トラウトの他にも史上最年少でのシーズン MVP を獲得したフィリーズのプライス・ハーパーや、ミート力、長打力、走力、守備力、権力の5つを高いレベルで兼ね備えた5ツールプレイヤーとして名高いドジャースのムーキー・ベッツなどが選出。現段階で選出されている選手の顔ぶれを見るとメジャーでも大スターと言われる選手ばかりです。しかし今大会に向けて本気で選手を揃えているのはアメリカだけではありません。アメリカに次いで注目選手が集まったのがドミニカ共和国です。野手では昨季ア・リーグ本塁打王で大谷とも MVP を争ったブルージェイズのブラディミール・ゲレーロ・ジュニアや、共にパドレスに所属するマニー・マシャとフアン・ソトラが選ばれています。また投手では2022年のナ・リーグでサイ・ヤング賞を獲得したマーリンズのサンディ・アルカンタラや、ワールドシリーズでも好投したフラムバー・バルデスなど豪華メンバーが揃いました。日本と1次ラウンドで対戦する韓国も例外ではありません。韓国人メジャーリーガーではパドレスのキム・ハソンに加え、共にパイレーツに所属するチェ・ジマン、パク・ヒョジュンの3選手が順当に選出されました。さらに注目はカージナルスのトミー・エドマンとレッドソックスのロブ・レフスナイダーという韓国系の2選手です。エドマンは2021年にナ・リーグ二塁手部門のゴールドグラブ賞に輝いた韓国系米国人で、2022年は153試合に出場して13本塁打32盗塁の好成績を残しています。米データサイトベースボールリファレンスが算出するウォーでは 6.3 で、メジャー全野手中6位につける超大物選手です。またレフスナイダーは2022年は57試合の出場ながら打率3割7厘6本塁打 OPS8 割8分1厘とキャリアハイの成績を記録。2015年にヤンキースでメジャーデビューした後、7年間で289試合に出場した実績は打力不足と言われる韓国代表にとって大きな存在になるかもしれません。このように各国が本気モードで挑む今大会ですが、日本も大谷が出場意思を表明。さらにパドレスのダルビッシュ有やカブスの鈴木誠也も招集を予定しています。今大会はその名の通り世界最高峰の厳しい戦いになることが予測されますが、日本も日系人メジャーリーガーの選出を視野に入れているそうです。 WBC では次に紹介する条件のうちいずれか一つに該当すれば各代表チームへの出場資格を得ることができるとされています。それは当該国の国籍を有する、当該国の永住資格を有する、当該国で出生している、本人の親のどちらかが当該国の国籍を有する、本人の親のどちらかが当該国で出生しているの5つです。日本代表の栗山英樹監督はどのような日系人メジャーリーガーの選出も視野に入れているのでしょうか。スティーブン・クワン、日本代表選出に注目が集まっているのはガーディアンズのスティーブン・クワンです。クワンは2018年 MLB ドラフト5巡目でガーディアンズに入団すると、ルーキーイヤーから参加マイナーリーグで着実に経験を積み、2021年シーズン途中に AAA まで昇格。2022年にスプリングトレーニングで結果を残し、念願のメジャー契約を勝ち取ると勢いそのままに開幕スタメン入りを果たしました。
抜群のバットコントロールを武器に4月は打率3割5分4厘の好成績でルーキーオブザマンスを受賞。主にリードオフマンの役割を任されガーディアンズの地区優勝に大きく貢献しました。シーズンを通して活躍したクワンはア・リーグ9位の打率2割9分8厘をマークするなど147試合の出場で6本塁打52打点 OPS7 割7分3厘を記録。同じくメジャーで活躍する鈴木誠也の成績が打率2割6分2厘14本塁打46打点 OPS7 割7分であることを考えると2022年に起きるクワンのレベルの高さがわかります。ポストシーズンでも全7試合1番レフトでスタメン出場し打率3割 OPS7 割7分7厘と活躍しました。クワンはバットコントロールに定評がありメジャーデビューから4試合連続3出塁以上の新記録を樹立。また初めて空振りを喫したのはデビューから25打席目でデビューから116球空振りなしは2000年以降の最長記録となりました。さらに外野守備も堅実でレフトのゴールドグラブ賞を受賞。攻守のバランスに優れた新星としてア・リーグの新人王投票で3位にランクインしました。父は中国系アメリカ人、母は日系アメリカ人、祖父母が山形出身というルーツを持つクワンの心の師はイチローだそうです。MLB 公式サイトの取材でクワンは僕にとっても彼は誇りだったと語っています。続けてイチローはホームランを打つわけでもなく筋骨隆々だったわけでもない、でも仕事はきちんとこなすんだ、毎日のように成功を収める彼の姿を見ていたよとコメント。さらに本当に僕にとってスーパースターだったんだ、小柄で明らかにアジア人だとわかる見た目の彼があれだけのことをやってのけたという事実が何よりも誇らしかったと語っていました。またクワンは大谷とも面識があり米オハイオ州地元メディアクリーブランド .com は翔平大谷とエンゼルスは月火水とクリーブランドで試合を行う、オールスター選手は試合前にスティーブン・クワンに挨拶したと文面で紹介。日本のリードオフマンとして期待が高まるクワンですが代表に招集が予定されている日系メジャーリーガーはもう一人います。ラーズ・ヌートバー。もう一人の日系選手はカージナルスのラーズ・ヌートバーです。メジャー2年目にしてカージナルスのリードオフマンに定着したヌートバーは108試合に出場して打率2割2分8厘14本塁打40打点をマーク。特に7月は打率3割4分2厘出塁率4割3分5厘を記録するなどチームを牽引しました。ヌートバーはパワーとスピードを兼ね備えたプルヒッターで外野の守備範囲が広く肩も強いのが特徴です。三振の多さと引っ張ったライト方向への本塁打が圧倒的に多いことが懸念点ですが現在メジャーリーガーとしてアメリカやドミニカなどの投手に慣れている点は大きな強みになるでしょう。そんなヌートバーは大学時代から身体能力は抜群だったそうです。南カリフォルニア大学の学生新聞デイリートロージャンはヌートバーが高校では野球とアメフトの二刀流のスターで野球では3度リーグ MVP にアメフトではクォーターバックとして2度リーグ MVP に選出されたことを紹介。ドラフトでは全体243位と順位は低かったものの守備とコンタクトヒッターとしては定評があったそうです。そんなヌートバーは地元放送局 KSDK のニュース番組 5 on your side で自身のルーツについて言及。日本人であることは僕が僕であることの一部、日本人であることを誇りに思う、あえて声高にそのことを語ることはないがそれが僕だしそれが母なんだと母親が日本人であることを明かしていました。メジャーの日系選手2人は実力面では代表選出に問題はありません。しかし日本代表選出には懸念点がいくつかあります。一つ目は野球文化の違いです。 NPB では送りバントや進塁打を重視する一方で MLB ではこのような考えはありません。特に栗山監督は送りバントを多用する傾向があります。二つ目はチームに馴染めるかという問題です。侍ジャパンはほぼ NPB から選出されるため顔なじみでありチーム連携に問題はありません。しかしMLB しか経験のない選手は連携が難しいでしょう。また日本語でのコミュニケーションもネックになる可能性があります。しかしこれらの課題はチームメイトの努力次第で解決できるでしょう。また日本の外野にはすでに鈴木誠也や吉田正尚、柳田悠岐、11月の強化試合に出場した近本浩二や塩見泰隆など有力選手が集まっています。
代表内でのレギュラー争いにも注目が集まるでしょう。ぜひ2人には WBC で日本代表として暴れてほしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。